はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。クラウドです。24。今回ですね、お金稼ぎですね、スキル集め、皆さんやってると思うんですけども、クラウド流のね、集め方、難易度は、最高難易度のインセーンのね、インセーンの、難易度でやっていきたいと思います。はい。今、ちょっと早送りして送ってるんですけども、この辺はね、ピストルで、ちょんちょんちょんと、倒してください。ここエレベーター出てくるんで、マシンガンで一気にぶっ放してもうエレベーターに乗り込んでいくと。はい。まあこういう感じで見ながら解説とかね、いろいろ立ち回りとかね、行っていきたいと思います。はい。ここはピストルでピュンピュンと打つ感じですね。はいはい、こんな感じですね。ピュンと打つと。で、できるだけこの辺はもうマシンガンを使わないでください。静かなところでは、こういうピストルが、重要なんで、よくマシンガンでぶっ放して突っ込んでいく人いるんですけど、もうこの辺の難易度になると、もう、ほんと、ハード、ベリーハードとか、インシーンとかね、もうほんとね、ダメです。単独行動で突っ込むのはもうダメです。ほんと、5ハットなんで、もう、エーペックス同様に、団体行動、連携プレイっていうのがほんと非常に大事になってくるので、絶対に守ってください。この辺は。はい。もう、マシンガンぶっ放したらもうほんと蹴られるんで、はい。注意しておいてください。まあ、こういう感じでね、どん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 倒していきます。はい。武器も補充しながら。はい。来ましたね。はい、準備 OK ってことで、いっぱいバーってきます。こうやってわーってきて、でグレネード投げまくって、もうボン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 打ちまくります。こうやって、はいはい、打って打って打ちまくると、はいはいはい、できるだけね、上に上がってこれないようにボン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 打つんですけども、はいはいはい、上がられちゃいましたね。はいできるだけね、もうバン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 打ってください。アサルトライフル系がいいかもしれないですね、武器は。はい。で、ここで、まあ、僕の場合はここで、撃ちまくってるんですけども、たまにね、上から、敵モンスターが、モンスターっていうか、敵ゾンビがね、来るんで、はい、飛びかかってくるやつとかいるんで、リッカーみたいなやつがいるんですよ。バイオでいう。で、ブルですね。ブルかと。はい、ブルも倒して。はい、で、ここも準備したら、もう、ゾンビが来ると思うんで、はい、バーってまだこう、一気に、削除します。削除しますじゃねえな。うん。掃除します、ここで。はい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 って。どん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 打ちます。もうこの辺とかもね、グレネードとか、もうボン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 、使っちゃってください。もう使えるものを使うみたいな感じで。ほんと敵にね、ゾンビ2、3回、ペチペチやられたらほんと死んじゃうんで、ほんと慎重にいってください。で、先に進むと、ここに来るんですけども、ここが重要になります。ここがフィールドになります。はい。ここでできるだけ、ゾンビを倒しまくって、ちょっとずつ、進んでいくような形ですね。この辺連携取れるといいんですけどね。はい。まあこういう感じで、まあ離れながらね、戦っていくっていうような感じです。もう突っ込んじゃダメです。はい。できるだけもう慎重に慎重に。ここで、武器の補充もしたりします。はい。同じですね。はい。まあ、ここで出てくるんですけども、本当は、ここで戦っちゃダメです。まあ、基本的には。はい。もう、急いで、もう、ダッシュで逃げて、一番最初のところまで、戻ってください。さっき、ここで戦ってくださいって、言った場所まで、戻ってください。はいはい。怪我してるんでね、助けます。文庫。文庫、押し面なんですよ、文庫。で、これ捕まっちゃうんですよね、これね。ここね、注意してもらいたいんですけど、ほんとこいつ大っ嫌い。もうこいつ、もうどうにかしてほしい。ほんとに。もうこのバイオでいうリッカーね。リッカーみたいなやつ。はい、もうやばくなったらもうこうやって逃げてください。はい、これです。もうこれが大事です。時間かかってもいいんで、変に、なんだろう。すぐやられて、ローディングとかもあると、すごい時間かかっちゃうんですよ。逆にこっちで時間かかった方がいいです。武器レベルも一気に上がるし、なおかつクリアもできれば、最後にね、550ぐらい、ポイントがもらえるので、はい。クリアできなくてもね、電車の面まで行けば、300か400ぐらいは、もらえますので、はい。ぜひね、ちょっとやってみてください。はいはい、ちょっと早送りで。まあこれが時間がね、自分ゼロになると他の仲間も復活するので、まあこういう感じの、これを繰り返して、ちょっとずつ、進んでいってください。はい。
同じですね。はいはいはい。もう逃げてここで戦うと。はいはいはい。もうここで戦うのが基本です。はい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 。ボン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 と。はい。こういう連携プレイができれば、すぐね、お金も、すぐたまります。はい。あ、これちょっとバグですね。なんか止まってるんですけどね。わけわかんないですね。これなんだこれってことは。なんなんだこれは。ね。はい。まあ一応ね、こういう感じでね、エピソード1で、スキルポイント集めということで、まあ比較的これが溜まりやすいんじゃないかなと、思います。はい。他にもやり方ね、あれば、誰か教えてください。ということで、最後はね、550ポイント経験値持って、見せて終わりたいと思います。はい。こんな感じですね。はい。550です。30になって、はい。解放と。ありがとうございました。終わり。